ディラボ会員です。副業で背取りを始めようと決めました。いいですね。今本を読んで勉強したり、出品登録したり準備をしています。副業する上でこれだけ押さえておくべきということが、おすすめの本があれば教えていただきたいし、よろしくお願いしますということなんですが、キャッチコピーは絶対勉強した方がいいと思いますよ。うん。何回もお勧めしてるけど、ザ、コピーライティング、ジョン・ケーブルズとか、あとは、戦略ね。ビジネスとか、いわゆる企業とか、成功した人たちが、どんな、戦略を持って行ったのかっていう、そこを考えておかないと、ただ出品するだけだと、その他大勢のアフィリエイターとかですね、セドリストと同じになっちゃうんですよ。戦略っていうのは、時代よりも先んじた行動を今取るためにあるものが戦略です。で、こういった、まあ、いい戦略と悪い戦略の違いを教えてくれるのが、リチャード・ルメルトさんのいい戦略、悪い戦略っていう本です。はい。世界中のいい戦略と悪い戦略をですね、ビジネス的に解説してるんで、これは多分普及やる人にも、役に立つと思います。はい。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。